皆さんこんにちは。日本のスマート農業をリードする渡辺パイプがお届けするスマート農業チャンネル、ナビゲーターの市川です。アシスタントの朝倉です。今までのスマート農業チャンネルでは、作物の収量を上げることを目的に、植物の光合成を最大化する環境づくりができるよう、温室の環境モニタリングデータの見方や温室の設備の設定方法について説明してきました。今回からは実際にそのような環境要因が植物自体にどのように影響を与えているのか、フォトセルという測定機器を用いて見ていきたいと思います。今までの環境データから推測してきたことを実際に植物の反応を見てみることで、本当に光合成が効率よくできているのかを検証するということですか？そうですね。フォトセルは学校の理科の授業で習う CO2 と光と水を適切に与えれば光合成が促進されて作物がより成長するということを見える化することができます。このチャンバーと呼ばれる各種センサーが取り付けられたフィルムをこちらのように観測する植物にかぶせるだけで、光合成速度、蒸散速度、放射、CO2 濃度、気候回路を表す総コンダクタンスを測定できます。では早速この装置を用いてミニトマトがどのような反応をしているのか教えてください。こちらのグラフは2021年2月3日の光合成速度と日射量のグラフになります。今回は変化を分かりやすくするために、光合成速度の移動平均値を15分と30分の2種類で表示しています。朝倉さん、こちらのグラフから何か気づきませんか？だいたい日射量の増減に合わせて光合成速度も増減していますが、8時ごろから急激に光合成速度が上がっていませんか？そうですね。これは以前のスマート農業チャンネルで日の出1時間後ぐらいに CO2 濃度が急激に下がることを説明いたしましたが、このデータからも7時くらいに日の出を迎え、光合成速度が明らかに上がるのは8時以降ということになり、やはり日の出から約1時間後に光合成を開始していることがわかります。さらに午後3時前後の日射量が 50W パー平方メートル以下になると、急激に光合成速度が低下していることもわかります。つまり日中光合成が行われている間の瞬時日射量は50から200ワットパー平方メートルまでの間を推移していることがわかりますね。そうですね。ではここで翌日の2月4日の光合成速度のデータを見てみましょう。先ほどのデータと違い、11時から12時過ぎ頃まで日射量とは違う動きをしていますね。10時35分から45分にかけて日射量が急に落ちたとき、光合成速度も合わせて急に低下しています。しかし11時過ぎから12時過ぎにかけて日射量は小さく増減しながら170から200ワットパー平方メートルの範囲にあるものの、光合成速度はそれほど上がっていません。それに12時過ぎには日中としてはかなり低い値になっていますね。どうして日射量の動きと違うこのようなグラフになっているのでしょうか？改めて2つを見比べても分かるように、4日の11時から12時過ぎは日射量の動きとは違っていることが分かりますね。はい。では原因を探すために負の計測結果も見比べていきましょう。まずは蒸散速度と気温のグラフですね。気温に合わせて増減していますが、30分ほどの時差がありますね。そうですね。このグラフから高温になって植物が根から水分を吸い上げ、蒸散までに30分程度時間が必要であると推測ができますね。4日の11時前は日射が低下し気温が下がったせいで蒸散速度も下がっていますね。では他の数値も見てみましょう。次は総コンダクタンスと蒸散速度です。先ほどの蒸散速度のグラフと似ていますね。気候回路を表す総コンダクタンスは日射の変化により下がり、また日射の上昇とともに増加します。日射量がない朝6時や夜18時の80から90の値で閉じていると考えられ、その後日射量が最高の11時から12時過ぎで300という数値になっていますが、これが最高値であると考えられますね。このグラフからはミニトマトは光に敏感に反応していることがわかりますね。次は放射のグラフです。こちらはチャンバー内と外で計測しているんですね。はい。放射についてはチャンバー内が紫、外が水色で表しています。
横に太い線はミニトマトにおける黄砂の適正な範囲と言われている3から7のところを表しています。両日とも比較的チャンバー内は日中適正な黄砂の範囲内であることが分かりますね。4日のチャンバー内の黄砂の変化が激しいですね。そうですね。この日の光の増減によるチャンバー内の温度変化に伴う湿度変化により黄砂の変化も小刻みになったと推測できますね。最後はサンプリング CO2 濃度ですね。3日の12時から14時頃は 400ppm 切ってしまいますね。はい。ですがこの間黄砂も問題なく蒸散速度や総コンダクタンスにも極端な変化は見られない。さらに光合成速度においても大きな落ち込みは見られないので一時的にこの程度であれば支障がなかったということがわかりますね。4日はどうでしょうか。12時過ぎから12時30分頃が 300ppm 近くまで下がっています。そうですね。3日と同様に気になるのは 400ppm を切っている時間帯がありますがこの日は11時半頃から急に CO2 の低下が見られ 300ppm 近くまで落ち込んでいます。特に12時過ぎから12時30分頃までの値が低いことから日射量があるにもかかわらず光合成速度が落ち込んだのはこれが原因と考えられますね。スマート農業チャンネルシーズン1の第8話で光や温度、換水などが十分な状態で CO2 が 400ppm を切ると収量が 19% 落ちてしまうとお話しされていましたね。はい。今回も日射量の低下により一時的に光合成速度は低下したものの CO2 をきちんとキープしていれば光合成速度はここまで落ち込まなかったと思われます。やはり CO2 の使用は大切なんですね。次は日積酸光合成量の推移を見るために約3ヶ月間同じミニトマトを観測したグラフを見てみましょう。はい。1月から4月までのデータですがこれは日積酸日射量と日積酸光合成量を表しています。折れ線グラフは傾向を分かりやすくするために5日間の移動平均値で表しています。こちらを見て分かることは大きく2つ。1つ目は当たり前なことですが全体を通して日積酸日射量が少ないときは光合成量も少なくなるということ。2つ目は1月より2月、2月より3月の方が日積酸日射量が増えていることで日積酸光合成量も1月、2月、3月と確実に増えていっていることですね。このようにデータで見てみると実際の栽培で生育スピードや収量の増加で感じていたことが日積酸光合成量の増加だったことがわかりますね。さらに日積酸蒸散量のグラフを見てみましょう。こちらも同様に折れ線グラフは傾向を分かりやすくするため5日間の移動平均値で表しています。朝倉さん、こちらのグラフを見てどんなことが分かりますか。そうですね。日積酸光合成量の時と同じように日積酸日射量が少ない時は蒸散量も少なくなっていますね。その通りです。また折れ線グラフの部分ですが1月より2月、2月より3月の方が日積酸日射量が増えていますがそれにより日積酸蒸散量も1月、2月、3月と確実に増えていっていることも分かりますね。皆さんいかがだったでしょうか。私も実際の植物の反応を見て改めて実感しましたが植物の成長には日射と CO2 がとても大切な要素ということが分かっていただけたかと思います。そうですね。作物を育てるには日々の管理とその結果の確認がとても大切です。生育がうまくいかないな、思ったより収量が取れないなと思われるときは肥料を与えることよりも日射と換水と CO2 の施用をベストのタイミングで行うことの方が効果があるかもしれません。実際の対策についてはシーズン1の10話をもう一度見返してみてくださいね。それではまた次回このチャンネルでお会いしましょう。